ご尊父信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。だがまだまだ逆転の機はあるぞ。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば、撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。大尉、久秀、試し撃ちは済みしか。あ、撃て、あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論見は再び外れてしまう。その後、長政は甲斐の武田信玄と組み、織田軍を追い詰めるが、運命はまたも信長の味方をする。間もなく信玄が病没し、武田家は衰退。大きな後ろ盾を失った長政は信長に攻められ自害した。その後、信長は信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は逆転を狙い、徳川領の長篠へ侵攻した。信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防柵と三千丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の先鋒は鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。信長の意に服し、武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀は、その光景を歯ぎしりしながら眺めていた。反逆の将、長篠の戦い。鉄砲の欠点が玉込めの間無防備。しかし鉄砲隊を三区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで、間断ない攻撃が可能となります。いかにせん、撃て。は、一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬防柵の力侮れぬ。ここは一旦引け。鉄砲の前に武田騎馬隊は元を出した。
長篠城を救うため飛びガス山飛びでを奪う。残存兵力を捨て殲滅する。おっするな。山形正影と赤備え、これにあり。再び良かろう。激しく行くわ。策を蹴倒す。信長の首をかっ切れ。
結構高いな。なら城主の奥平さんは撃ち勝たせてもらいます。ないところであった。サナタ、アナドレム、この裏が追うとは戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。子供が引っ込んでおり忠義面無視が走る。お終焦点だ。お終焦様。
て逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。役立たずには消えてもらおう。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで立つ。立つよかろう。どうよかろう。皆大義。これで武田も終わりぞ。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん。実につまらん。勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。だがその上でまた我が輩を許した。茶番はもういい。もうたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が輩がそう思わせておるだけ。信長の運命はすでに我が輩のもの。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。